はいえー、それではあ「小山和信文明論を語る、えー」副題として「アインシュタインのひらめきを求めて」ということですね。えー、今日は文明論の衝突あ「文明の衝突」ですねこれを話したいと思います。えー、文明の衝突これは、まあ、サメエル・ハンチントンというですね、えー、これハーバードにいた先生ですけども、えー、この「 社会学者ですね、えー、文明のおこの衝突というですね、まあ、このハンチントンの仮説もですね、まあ、イスラムなんかのお、まあ、テロリズムなんていうのとかこれを兼ね合わせて考えてみるとかなりの部分で当たってるんじゃないかなと思うところがあるんですけど「えー、文明圏闘争」の3つの類型でハンチントンが挙げている「 えー、この文明権の闘争はですね、えー、3つに類型化されるわけです。で1つ目がね、えー、西洋文明対非西洋文明と公開書いてあるんですね。でこれが15世紀の大航海時代に始まり20世紀の第二次大戦をもって終了する。まあ、もちろんねあの 文明として西洋とあの非西洋圏というのは、もういもちろんあるわけだし。それから、あの対立がなくなったかといえば、なくなってはいないでしょう。これは、まあ、いまだにそういうのは続いているだろうけれども。まあ、これいつでもそうですけど、いつも言っていることですけども。主な対立軸として、西洋対非西洋というのが、もう一応。終わりを告げたんだっていうことなんですね。で、これは、あの十五世紀の大航海時代。 まあこれはあのまあ1400年代ですねまあこれ1400年の頃ですねいろいろヨーロッパからまあ最初はポルトガルそれからスペインねこういうところから反戦ですね大きな船が出ていってえこれが世界をこのまあいわばあ接近していくと。これあのう まあ、ヨーロッパ文明社会がですね、えー、例えばコロンブスなんかが、まあ、新大陸と言ってんだけどもアメリカ大陸に行ってですね最初は島伝いに入っていくわけですね。えー、それから、えーまあ、南アメリカの方にも行きます、ね、これはインカ帝国とかそれからアステカは中米ですけども、まあ、こういうところに、えーまあ、コルテスだとかね、えー、そういうス,あのスペインの。 これ軍隊と一緒に行くわけですねでこれがまさに今まさに武漢ウイルスというので大騒ぎになっているわけですけどアステカ帝国とインカ帝国これほぼ同時期ですねまあ16年かそこらのずれはあるけどまあね長い文明の歴史から言った16年なんてのはほぼ同時期ですけど。 まあほぼ同時期にこの2つの帝国が滅んでいると、まあ、インカ帝国にしてもアステカ帝国にしてもかなり強大な帝国だったわけですね。えー、アステカ帝国っていうのは今の,あのメキシコのあたりですねインカ帝国っていうのはあのペルーのあたりになった帝国。インカ帝国なんていうとなんかえらく古い紀元前の話かなんて思う人もいるかもしれませんがこれつい最近ですよね。1400年 とか1,500年1,400年代15世紀って言ったらねとこれ日本で言ったら室町時代ですから <laughs> 室町時代ってもう最近ですよね日本人の感覚からしたらねでその頃にスペイン人は世界に、まあ、反戦でもって出ていったで日本にも来ましたよねだからあの信長の時代ですよ信長の時代に来てますよねスペイン人がであるいはあのポルトガル人も来てますねで彼らはあの そうやって世界中を回って歩くんだけども行ってみるとまあそれこそその時代にですねもっとはるか以前に地球は丸いって知って,知っていたと、ね、エラトステネスの話もしたんだけど、まあ、それを下ること、まあ、1600年もっとですねその1600年か1700年下って 実際に船で地球をぐるぐる回ろうという話になってきたです、ね。で実際、一周、世界一周航海なんかやった人たちも出てきますね。まあパスコダガマとかなんか、そういう有名な航海冒険家がいますね。でその時にね、まあ島自体に行くわけです。で船っていうのは、これはあの。時途中で補給をしなきゃいけないね。水とか、それから食べ物ですね。 でこれをそれがためにもうずっと海ばっかりじゃやっぱり困るんで何かどっかしらに島を見つけて、えー、そこに寄ろうとするわけです。でところが島に寄ってみるとそこにいる人っていうのは何かこう色が黒くてね、えー、それでどうも程度が大したことなさそうだ、ねまあ、知的なレベルも低そうだと、ねえー、警戒心もないしねこんなのは簡単にやっつけられちゃうんじゃないかっていうんで。 まあ、そういう人間を、まあ、殺したり、あるいは奴隷として使ったりっていうようなことが出てくるわけですね。で、これがいわゆる西洋列強による。この有色人種の植民地支配ということになってくるわけですね。で、これが、あまあ、第二次大戦をもって終了するというふうに、私は書きまして、これハンチントンは。これ明確には言ってません。 はっっきり言ってないですないんとなくもう終わったとこの時代がこのくらいの時に大体終わったとこう言ってそれでこれはね戦後はこれははっきりするわけですよ 2, 2番目の対立軸が自由主義と全体主義の戦いになるで自由主義っていうのは資本主義で全体主義っていうのは共産主義の戦いになるんだということをこう言っているわけですねということは 西洋対非西洋の対立は一応第二次大戦後に終わったと見てるんだなということは分かるわけですけどまあ明確には言ってません。さあそれでねこれちょっとまた横道取れちゃうけど第二次大戦で西洋による有色人種の非西洋社会の植民地支配を止めたのは誰ですかね誰が止めたんですよね これは歴史を見ればねまあ有色人種の中でまあ独立を保っていた国っていうのは日本とまあ,あのもう一つシャム王国しかなかったと言われてますねまあ他にもねなんかちっちゃい国で何かあったとか何とかっていう話もあるんだけどねまあ主な国としてはシャム王国今のタイですね。そこと日本だけが有色人種で唯一唯一とか唯二だけどねその二つの国だけが 西洋人の植民地にならないで独立国家としてまあ保っていたということですね。で社盲国は西洋列強と戦争するだけの力があったでしょうか。まあこれを考えれば西洋列強による有色人支配を止めたこれに終止符を打ったのは日本だったんだということがわかりますね。 まあこの辺でねちょっとねあの冒頭あの教科書の,あの表紙のところのアインシュタインの言葉ね少しまあ探ってまだまだ今日で6回目ぐらいですけど少しアインシュタインのひらめきが見えてきたかなという気がしますね。あそこままででししてて代の男の子の男子特攻隊まで出して 日本人は何を守りたかったかってことですよ。これ奴隷になった方が楽でしょ。あんなんだって戦うよりね。で自由を下げられるって言っ,たってどうあの確かにそうですよ。だからインドは苦しみましたよイギリスの植民地化でね。だからこそ大東亜戦争の時は日本と一緒になって戦ったわけど独立を求めるためにね。でもね僕はちょっと忘れられないんだけどまあ若い頃 ですけどねタヒチに旅行行ったんですよタ,タシチっていう国は今でもフランスの植民地ですねあそこはあの委任統治領になって、まあ、水爆の実験なんかあそこでやったりしてますけどでタヒチに行った時にねあのタヒチの運転手あのタヒチあのタクシー拾ったわけねそしたらあの地元のタクシーの運転手が地元のタヒチの原住民なんですよ運転手が。 で隣に自分の孫を乗せてるわけ小学校の1年23年生かなでこれ俺の孫なんだタクシーの助手席に乗せて走ってるわけそれで僕はね質問したのはね「その子は学校に行かないの?」って聞いたんですよ、ね、そしたら「学校なんかいいんだ」って言ったんですよその,あのタッシーの人が、まあ、タッシーはフランス語なんですフランス語圏だけどね、まあ、フランスの職務員だからでね この子大きくなったら僕と俺と同じようにタクシーの運転手をやるかあるいはねなんか金がねもらえるらしいんでドアボーイとかやってるとね結構お金あのホテルでくれるって言うんだよねそれからね靴磨いたりとかまあとにかくあの,あの観光地だし物を運んだりねあの仕事には困らないんだとだからそれでいいんだと学校なんか行って勉強しなくたってこういうわけタクシーっていう国にはきっとねあの植民地であり続けるでしょうね 楽なんですよその方はだからねあのううまかっっった国ててていうのはそうやって維持してますよだから日本なんかはもうやりすぎちゃったんだよねもう大事にしすぎてねもうお人よしすぎて、まあ、植民地とは言わないけどね日本はあの朝鮮半島はねこれは併合したんでね帝国新領土と言ってたんでまあこの話はまた別の時やりますけどね、まあ、トラクトなんかもそうだったんですよ。 だからこれ日本人が行った時にね日本人は恐れられたのはトラクトはドイツの植民地だったでしょで第一次大戦で日本が勝って日本の移民統治になったそれねドイツの頃を懐かしむ人がいたそれどうして楽なんですよだって靴磨いたり物運んでりゃもらえんだからお金それは日本は日本はトラクトを統治した時どうしたかって言ってねお前たちのところで取れる作物があるだろうサトウキビを取れるんですよそこ。 砂糖引きもこの砂糖びきい持ってきてこの機械で絞るんだこうやってそうするとほらね汁が出てくるだろうその汁をこの釜で煮るんだよ煮るとこういうふうになって固まってくるだろうとこうやってこの固まりが砂糖の結晶だからねこれを砕いてほら粉になるだろうこれとこれが白砂糖なんだよほらなめてみるの甘いからこうやればこれ輸出できるからねそしたらお前たちだけでお前たちの土地にあるもので ちゃんと金が稼げるようになるんだ暮らしていけるようになるんだしっかりやれって工場を建てて仕事の作業を教えたんですよ日本日本の委任統治やってる時にそうやってね。たから最初の頃はねこれも前回やったかな農業化社会からいきなり工業化社会なんて言われたって向こうもめくらっちゃってね、なんか朝早く来いって言ったけどい,いつ頃行けば日の出に共に来なくたっていいけどさって言ってたよあ、そうか じゃあ日の出でしばらくしてから行くかなんて言って向こうは時計見ててね向こうがっていうか日本人がだお前8時集合っつったのに何だ8時30分なんて30分も遅れててそんなことで独立自,自尊の産業ができると思うか」なんてバーンなんて分ん分られちゃうから「日本人ぐらいお金もあねえや」なんてな鳴るけどねだけどそうやってサトウキビ工場で自分たちのところで取れるサトウキビを絞って白砂糖を作って輸出して。 外貨を稼よままででそこまで行ってたって言うんだよ大統領戦争が終わるまではそれで日本が負けてアメリカに統治されたでしょその時年寄りが行ってたんですよこれ私は一つ出だけど聞いたのつくづく行ってたその年寄りがもうこれで元に戻ったという人たちはねあのドイツの時と一緒だった要するにねアメリカはねあのベースキャンプね靴磨きかなんかドアボーイで行くとくれるんだってね金こうやって。 だそれでいいいって言うんだよう今の若い人は何にもそんな工場を働く必要ないじゃないかでだからサトウキビ畑なんかもう雑草畑みたいになってるって。ね、だけど日本が統治した時はこれをこうやって取るんだよで絞ってごらんとほらねなめろ甘いだろうこれを煮込むんだと。もっと甘い結晶ができるからそれを砕いて白砂糖になるんだから、ね、そしたらこうやってやれ揺すて稼げるんだお前たちの土地でお前たちの努力でお前たちの労力で。 自分,自分でやってくるんだそれ今もういいんだよあんなことやんなくてあめちゃんがねつっ来るやあ靴磨けやって磨きは掘ってくるねだそういう我々日本人は何を守りたかったんですかね原爆まで落とされて、ね、それでも奴隷として植民地ねうんの方が楽なんだから今言ったように来れんだから金行きゃ。 しかし我々はそれではよしよしなかった日本人は。ね。何なんですかそれは。それは何なん何を守りたかったの命命命なんか守るために特攻隊行く人いないよ。で何を守りたかったのんそれをよく考えていくとねあのアインシュタインが伊勢神宮で,であの物理の天才が何を見,見出したのか見つけたんですかね。なんかひらめいたでしょ だそう言ったんでしょう日本のねこの尊い国。さあそうするとねハン・チントンはちょっと私から言わせるとねちょっと意地の悪い解釈かもしれないけれども日本のその白人支配を脱する大東亜戦争の戦いを意図的に避けてるんじゃないかという気がちょっとしますねこの「文明の衝突」読むとね。でハン・チントンはまあねそれは自分の国を誇りに思うのはまあもちろん当然だし。 えー、自分ののの民族を誇りのも,のも当然ですねでハンチントンはねこの「文明の書と」っていうのは厚い本ですねこんな,なんかあの厚い500ページもあるような本だけどその本の後書きのところにこう書いてる「我々アメリカ人はアメリカ大陸だけでは満足しなかった」と言ってそれからヨーロッパ人とも言ってるね自分のことヨーロッパで止まっていなかったあの未知の大きな大陸アメリカ大陸に進んであれをね東海岸から 西海岸に至るまで渡りきってさらにその東海岸から西海岸まで行って西海岸からさらに広い太平洋を渡っていったんだとこう書いてある。で我々のその壮大な遠征がなかったら今の文明はなかっただろうとこう言ってるんだよね藩人とは。これはねアメリカ人なりヨーロッパ人の誇りこれは自由ですね。ただそうやってお 襲いかかってこられた方にしてみたらねこれはいい迷惑っていうかあの南の国っていうのはねあの何にも作んないですよだってあの裸で一生暮らせるんだからねだからレンガのしっかりしたねあのいあのほら3匹の小豚のあれじゃないけどねしっかりしたレンガの家作った一番下の弟っていうのはね寒いとこ住んでたあの豚なんだよね多分。 だって藁の家作っとけば十分なんだからそれがどうですか冬になると零下20度だ30度だなんてとこ住んでんの藁の家なんか住んでたらこっちゃでしょだから寒い国から文明が発達したっていうのはそういうとこもあるんですねしっかりしたものを作っとかなきゃしょうがないんだも冬越せないんだからねというわけで,でそういう国が作ったそういうね立派な船なんかで行ってみるともう南の国でシミの降ってる人なんていうのはもう 簡単に支配できたわけですそうやって世界中がやられていくのを見て日本がこれじゃいけないっていうんで立ち上がって戦って、まあ、向こうはね、まあ、なんとか勝ったかもしれないけどただこれどうですかね戦争の勝ちっていうのはど何で決めるか初期の目的をどっちが達成したかで,でクラウゼ・ヴィッツが言ってるよねクラウゼ・ヴィッツは戦争論っていうのもあれも古い時代に書いてるけどクラウゼ・ビッツが クラウゼビーツが言っている戦争の勝利とは戦争の目的として掲げたものが達成されたものが勝利なんだどっちがたくさん殺したかじゃないんだとこう言ってるそうするとね日本は戦争当初に言っていたまあこの大東亜共栄圏といういわゆる民族自決というこれ実現してるんじゃないですか多くの植民地をほとんど失ったあの大英帝国ね日の沈むことがないといった大英帝国 ほとんどなくなくっっちゃった植民地、ね、これどっっちが勝ったんだこれもしかしたら、ね、クラウズ・ビッツというあの戦争論という大腸を書いたあの歴史学者というか軍人でクラウズ・ビッツに従えばもしかすると日本は勝ったんじゃないかということも言えるんですがね、まあ、さてそうやって、えー、日本は、えー、西洋支配を止めるそしてもう西洋も東洋もなく 一緒になってやっててやいくあるいは西洋を整えたのは依然としてあるけれども協力してやっていくという時代に入っていくさあそうすると2番目に自由主義と全体主義が戦う、まあ、資本主義対共産主義の戦いが始まるんだよってこ,とこれをハンチントンが言ってますね。で共産主義はソビエトそれから中共ですねこれを中心としたあるいは東ヨーロッパで自由主義陣営は西ヨーロッパアメリカそして日本もこれに入ります。 そしてその戦いが一応ソ連の崩壊をもってどうも自由主義陣営が勝ったらしいことになると次は多様な文明圏の対立が始まるんだということを言ってますでこのねあの自由主義全体主義資本主義共産主義とこの文明これねちょっと、ね、整理して分けてみたいと思いますこれねあのいずれこれもいずれこれもいずれこれもってどんどん先送りしちゃうみたいですけど分かりやすく話していきます。 自由主義に対するものは共産主義あの全体主義なんですいいですかこれちょっとねあの自由主義に対する対抗するものは全体主義なんですだから全体主義と自由主義っていうのは両立しませんそれからね民主主義に対立するものは権威主義なんですこれもちょっとはっきりさせて最近ねあの 最近いろいろろ言われるんだよね例えばシナがあの武漢肺炎をねあの早く抑えたってそうするとやっぱり共産主義の方がいいんじゃねえかとかねそれからあのロシアがね一度ソ連崩壊したのにプーチンなんかまた先祖返りしてあの共産主義化してんじゃないかっていった時に権威主義って 国家と、なんか、あの民主,主義国家というふうに言ったり。全体主義対民主主義って言ったり、えー、自由主義対共産主義って言ったり。いろいろな言い方がされますね。そうすると混乱しちゃうんだけどね。これはね、あのハイエクの分類なんですけど、これちょっと覚えておくと便利ですね。これまたちゃんといずれやりますけどね。自由主義に対抗するのは全体主義なんです。民主主義と対立するのは近似主義なんです。 だから自由主義的な民主主義もあれば全体主義的な民主主義もあるんだということなんです。ここここを抑えててししいんでですすねこれは役も指摘しているところですなんだかわけわかんないけどこれねあのマトリックスってねコマは4つしかない2つの分類軸だから4つなんだけど意外とね単純なものって我々混乱しやすいんですよ。あの赤上げて白上げて赤下げないで白下げないなんて分かんなくないでしょ 白と赤と赤上げるか下げるるかか下しないんですよだけどあれってなるでしょこれドルと円のね為替もそうなんでドルが上がったドルが上がったってことは円が下がったんだから1ドルがいくらだなんてこれも分かんなくなるね円とドルと上がるか下がるなんだからだけどこんなにしますよねちょっとそれと一緒赤下げないで白は上げ下げるんだ、ね、それと似てんだけどいいですか自由主義と全体主義金主義と民主主義ですからそうすると 全体主義的民主主義義的民ってあり得るんですよこれどういうの例えば小学校の時なんか経験ありませんかはい助けて決めます民主主義だからはい決まったんだよで、ね、こっち負けちゃったじゃあこうしましょうみんなで決めたんだからこうするんだよなんでこんなに決まっちゃったんだよよくねえじゃねえかだっていろんな問題あるよじゃあやみんなで決めたからやるのはいいけどやるのはいいけどおかしいよだってこう,う,うるさいな君はみんなで君とたてるでしょ決まったんだよさっき助けて見てたでしょ え25対11だったのお分かり文句言っちゃいけないの決まったんだからみんなで決めたんでしょ文句言っちゃいけないはいやんなさい黙ってこれは民主主義的全体主義なんですみんなで決めたんだから全員文句言わずに従いこれはね全体主義自由主義は違う 決めたのは民主主義的に決めたからやるけど文句言ってもいいんです文句言う自由があるんですこれが自由主義ね文句いいんですよいくら言ったっておかしいじゃないかとあいつまだブツブツ言ってるよて、ね、分かったけどとにかく決まったんだからいやいやるけどさだけどおかしいと思わねえかでブツブツ言うのいいんですよこれねこれも俳句言ってるけど多数決で決めた意見が常に正しいなんておかしいこれはね直ちに分かること例えば数学や物理の問題考えてみてくださいあれたあの多数決って解いたらどうなる だってさ多数決で解けるような問題だったら入試問題になんないじゃん。入試問題っていうのの多くの人が間違えだから簡単な話ですよこれもね、まあ、ちゃんとその話もやりますけどってそればっかりだけどねさっきから。いいですかよく考えてみてください今から何百年か前ね死体を切り刻んで解剖するっていうことは悪魔の修業だった時代が長く続いてましたよ。 ルネッサンスの時になってやっと初めてあのレオナルド・ダ・ヴィンチなんかはね死体解剖をやったけどそれまではあの宗,教宗教裁判なんかにかかれちゃうんだから死んだ人間はねわかるわけでしょあの花束を添えられるから、ね、ああそこに死体よし持ってきてばらそう、ね、医学なんかはそうやって発展してきたでしょそればらして、ね、悪魔だ。 ね、みんなが泣いて泣いてねお花手向けてさ、ね、棺の中に丁寧に入れて埋めたものだよ夜中を掘りっちくり返して持ってってバラバラにしたと悪魔じゃないのその時はね完全に少数意見ですよそういうね死体解剖なんてやってた連中がしかしそういう人たちが作ったんじゃないんですか医学はね少数意見が世の中を切り開いてきたんですよそれが文明なんだ いつも多数決でやってたらねいまだに,にあれですよ、ね、多数決でいつでもやったらみんながいいっていうことをやってるよね,ねだに体解はくないま、ねうんね、だに飛行機なんかやめた方がいいよね落っこっちゃうんだから自動車なんてやめため、がいい最初の走ったあのガソリン内燃エンジンっていうのは火災事故を起こしたんですよ運転してた人丸,こ丸焼けになっちゃったんだからね二度とあんなの作りませんって言ってたらどうなってたかってことですよね まあ原発ののともそはいというわけでまあ話があちこちですけどね今はどうも自由主義が優勢らしいよというのがソ連の崩壊以来ねこの定番になったと反チンンは言っているまあ今また揺り返しがあるようですけどね中国共産党の,あの習近平なんかが出てきてあれが世界を支配して中華帝国を作るそうですからこれ一気にあれだねあのなんだっけ 陰、うん、だとかねあの,あの時代陰だとか肩とかあの時代に戻ろうということですから、ね「唐」とかね,、うん、ねまああのどう考えてもちょっと、うん、まともな頭と思えないんですけれどもまあ一応その共産主義対資本主義が終わると多様な文明圏の対立が来た。で半沈とは面白いことに、まあ、これ 九つに文明圏を分けています。ね、世界地図を書いて。で、その九つの文明圏を。こういうふうに言ってんだよね。西洋文明圏読んでんです。西洋文明圏にはヨーロッパ。それからアメリカが入ります。で、ヨーロッパも、あの、東ヨーロッパの。 方はあの一部西洋用権だけど、一部はちょっと違うんですね。これはまちょっと細かいことこで言うと、そうからラテンアメリカ。これは分かりますね。中南米のアメリカがラテンアメリカ文明圏。それからアフリカ文明圏かイスラム文明圏。イスラムはま中東。それからインドネシア。 これ飛び散りょみたいになってますけどインドネシアもイスラム圏に入ってますねこれは宗教の方からそうなりますからシナ文明圏でシナはまあこれだから今の中華人民共和国および、えー、シンガポールとかあの辺カンボジアとかあの辺タイトあたりまでシナ文明圏に入ってますねそれからヒンドゥ文明圏ヒンドゥはインドですね、うん、からインドの周りの例えばあの 昔正論と言っていたあのあたりとかバンガラディシュとかねスリランカとかあの辺はヒンドゥー文化それから東方正教会これはロシアですね中心とした文明圏でこれはあのフォルトラインがあのバルト三国のところから引かれているとハン・ジントンは言ってます。だからバルト三国がソ連ロシアから独立したのはこの文明圏としては当然そういえば当然ってことなんですけど。 あのバルト三国あのエストニアラトビアあのあのエストニアからエストニアラトビアあそれからあれです、ね、リトアニアですねあの三国は西洋文明圏あそこから東が東方正教会で、まあ、ロシア正教会とも言ってますねギリシャ正教会も東方教会との境にありますねそれと仏教文明圏これはもちろんインドの一部も入ってきます。 それからタイもこのあのさっきあのヒンドゥーって言ったけどタイの仏教圏も入ってますねヒンドゥーも一部入ってるですねそれから日本で日本はなんと一つの文明圏なんですねハンチントンはそう分類している日本は政治的教会としての領域と文明圏が完全に一致している稀有な存在として注目されているハンチントンは日本というのはどの文明圏にも属さない日本文明圏だとこう言っているわけです だもし日本があの、ね、戦争にあ,のあそこで負けずにね海外植民地あのトラクトとかあのあたりね持ってたらもしかすると日本文明圏にあそこが入ってたかもしれないんだけどわかりませんが一応これは宗教的に言うとお日本神道ということになりますさあそ。それじゃあちょっと急いで次の見てししままいましょうね,、えー、でねこれは保守の人はよくね、まあ、桜井し子さんなんかそういうふうに話してます。 日本だけは、ね、唯一の文明圏なんだだ日本だけがね日本一国で一つの文明権を作っているてすごいな非常に誇らしく語るんだけどねハンジントンのこの仮説をしかしこれは考えてみると日本という国はもし文明権の衝突ということが本当に起こるならば、まあ、現実にイスラム対キリストっていうのが起きてますけどもし文明権の衝突が起きた時はイスラム圏はイスラム圏で団結するでしょう。 キリスト教圏はキリスト教圏で西洋文明圏はだくど団結するでしょ仏教圏は仏教圏で団結するでしょ日本はどこと団結するんですか誰もいない日本は日本文明圏なんだという意味では日本というのは文明圏から見たときに孤立した国だということ日本だけは世界で孤立しているということをね、要するに文明圏として見た場合ですよ これをさあそれでねちょっとこれあの近代化と西洋化というのを見てみましょうこれはあの文明の衝突ハンチントンの本のこれ翻訳版の107ページの図の3の一からそのまま持ってきたんですでここにね字が書いてあるパーレビ国王とかホメイニとか書いてる、ね、アタジュルクとかあのケマル主義とかこれは私が書き足しました。ね、でこれ見てみまましょう、えーとねま、ず A から B に行ってるやつ。この斜め横にずっと上がってる線があるでしょ。これはトルコなんか、その例として挙げられると思うんです。これはケマル主義って言ってますけど、これはケマルアタチルクというトルコの、まあ、あの国のお創設の父と言われている人ですね。で、このね、ケマルアタチルクっていう人はね、あの、いわゆるイスラム教の生活習慣をどんどん排除していったんです。 生活の中からもうそんなことをやってる場合じゃないともう新しくしていくんだと、ね、そして西洋化してったわけどんどんでなんかこうお祈りがどうのとかねなかあのあのなか解説がどうのとかということをどん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 あの官僚化して西洋化して欧米諸国と変わらないようになってそのことによって近代化したわけですねだから近代化と西洋化があ足並みを揃えているという意味で。 ケマルアタチルクのケマル主義トルコをここに書,き書いておきましたでその次 AC と書いたこれは日本シナと書いてますがこれはですねこう言ってるでこれはあのハンチントンはそう言ってるんですけど私は日本がね西洋化を全く伴わないで近代化したかっていうとそうじゃないと思いますけどねあのだからハンチントンとちょっと私そこは意見違うんだけどゆ緩やかだけどトルコを。 の決まる主義ほどじゃないけども緩やかにやっぱり右上がりに上っていってるんじゃないかなと思うんですね。でね、じゃあなんでねハンチントンはねこういうふうに日本をね A.C. に分類したかというと、これねキリスト教徒が少ないということなんです。トルクはキリスト教徒が増えてんですよ。彼はどうもねその宗教で見る傾向があるんですね。例えば韓国なんてキリスト教お多いでしょ今。 ああいうのはだからまあ,あのもちろんあのハンチントンの頭の中ではあの朝鮮半島は日本の植民地でしたからあの文明圏の中としてはあのあオミットされてるて考えに入ってないと思いますけどねトルコなんかに比べると日本はいまだに。 ね、あれだけミッション系の大学があってねどうですあの女子大とか多いでしょで喜んでしょ結構みんなそんな入ってねわ喜んでそれでキリスト教徒は2%より増えないっていこれ一体どうなってんだって、ね、でこれはねまあ今の上皇上皇后様はそうだよねあの精神女子大っていうのはあのミッション系の学校ミッションっていうのは使命っていう意味ですからあれはあの いわゆる布教活動なんですよね西洋からすればキリスト教の教えを説いて信者を増やすミッションで行ってんだからそこが、まあ、あの美智子様がお出になったっていうんでこれ名門になってねもう精神女子で,でその上皇后様まはまさにご公室といえばもうこれは神道のねもう総本山ですから。 ミッションはどうううなったたんだ俺ち俺ちのという気持ちもあるでしょうねあれミッション系の学校にしてみたら。というんで日本は A と C だと A、C になってるまあ私から言わせればね六名館もあったしそれから近代的な軍隊組織も作ったんだしね工業化もしたんだし全く西洋化しなかったとは言えないと思うんですよちょんまげ切ってねそれであれでしょうあの洋服着るようになるんだからだけどまあ緩やかな右上がりって言っていいかなと。 それに関すると当時のま申告。なんかはまあ ac に近かったかなというところですけどね。さあ、それともう一つ ae っていうのがある。これはイランの例を挙げておきましたね。パリビ国王という人がいましたね。この人は西洋化をものすごく進めたんです。まあ、トルコの決まる決まる主義みたいなもんです。今決まる主義よりよっぽど急速に書いてますけど、まあこれは作図上そうなってるんであってね。 上がってきます西洋化することによって近代化がどんどん進んだんん進だですパーレビ国王は明治天皇を習ったと言って明治天皇をすごく尊敬してたんですね明治天皇はあの西洋化によって近代化したとやっぱりパーレビ国王はそう思ってたでこれは近代的なあの軍隊組織とかねそれからあの洋服とかまあ,あの食べ物もそうですよね、まあ、すき焼きなんかどんどん牛肉食べるとやってところがある点を境に 1979年2月イスラム革命が起きたこれによってイスラム原理主義が復活しますでこれは近代化は進むけれども西洋化はぐーっと引き戻されて先祖帰りしたという例これがイランのいい例だと思いますけどこれが挙げられると思いますこういう ABCDE という四つのパターンに近代化と西洋化が分類されるだろうということをハンチントンは言っています まあちょっとこれね考えるヒントにしてこれからもねまあこれ私の,あのお話っていうのはお話したらそれでおしまいっていうんじゃなくて何回も出てきますこれ文明論ですからあそこで出てきたこの話あそこで出てきたこの話それをヒントに考えてみるとどうなるかっていうことをね繰り返し繰り返しその出てきますでまた新しいものも出てきますのでそういうものをいろいろ取り混ぜてですね我々の今置かれている時代 この置かれている世界置かれている世の中っていうのは一体どんなもんなのかそしてこれがどういう方向にこれから変わっていくのか変化していくのかっていうことを見てそしてその中に置かれている日本という国をねまあこれ先ほども話しましたけどアインシュタインという人があれだけことさら日本のことをね尊い存在としてあがめるそういう境地に至ったそういう文明の 流れって一体何だったんだろうということをね我々なりにまあ探り当てていこうということですのでまあこのまだ6回ですけど出発したばかりのまあ一つのちょっとキザな言い方かもしれませんけどもまあ知的な旅ですねこれを共にこの日にち時間を重ねてですね旅路を共にしたいまあ袖すり合うも 何かの縁ということでね、えー、旅は行きずれ要は情けということでまあ、お付き合い願いたいと思いますじゃあ6回目これでおしまいにしますありがとうございます